三室駅は大韓民国ソウル特別市松白山出動にあるソウル交通公社の駅。松白町という副駅名がある。1980年の計画では5号線が三室駅を通る予定で、2号線、三室駅建設時でも5号線を考慮して建設された。しかし、5号線が三室駅を通る計画は白紙化され、代わりに8号線が開業している。 2号線ホーム8号線ホーム2号線は相対式ホーム2面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。ホーム東端に8号線との連絡階段がある。改札口は2カ所あるが、両方とも内回り、外回りホーム別々に設置されている。化粧室は改札外にある。出入り口は1番から8番まであり。 その内後から8番出入り口は地下アーケードからの出入り口になっている。ロッテワールドは地下アーケードで直接つながっており、地上に出ずに行くことが可能。8号線は相対式ホームに面2線を有する地下駅でフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。ホーム生誕に2号線との連絡階段がある。改札口は上下ホーム別々に設置されている。 化粧室は改札外にある。エレベーター完備。出入口は9番から11番までの計3箇所ある。案内状の乗り場番号は設定されていない。駅の位置について8号線の3室駅は2号線の3室駅より東に200メートルほど離れた位置にあり、乗り換えに時間を要する。8号線は3室駅交差点付近で急カーブとなっているため、8号線3室駅は 三室駅交差点に設置することができず、三室駅交差点から東に200メートルほど離れたところに8号線三室駅が建設された。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。三室駅交差点2号線の駅は、松葉王子とオリンピック路の交差する三室駅交差点の真下に位置し、8号線の駅オリンピック路の真下に位置する。 周辺はロッテに関する建物が多いが、住宅街も存在する。ありがとうございます。